私たちが暮らす社会。この豊かで便利な暮らしの中で、快適で衛生的な社会を実現するために、さまざまな働きが私たちを支えています。その一つが、清掃工場で日々進められている可燃ごみの処理です。安定したごみ処理施設の運営は、快適な生活を支える社会の基盤ですが、一方、ごみが増え続けると資源の消費や最終処分場の逼迫、温室効果ガスの排出につながることから、ごみの減量化や再資源化の取り組みが進められています。こうした中、持続可能な社会に貢献する施設として、沼上清掃工場は装いを新たに誕生しました。ここでは単にゴミを処理するだけではなく、できるだけ温室効果ガスの排出量を抑える取り組みや、ゴミを焼却した際の熱を利用して発電を行う取り組みを実践し、私たちが目指す未来づくりに取り組んでいるのです。沼上清掃工場は、静岡市内から出る可燃ごみを1日最大340トン処理する施設として、昭和50年に旧工場が竣工しました。平成7年には旧工場の老朽化に伴い、隣地に現在の新工場を建設。そして令和に入り、長年の稼働で老朽化した機構に改良を施して、時代に見合うゴミ処理施設として生まれ変わりました。ここでは1日最大600トンもの可燃ごみを処理することができます。ゴミを積んだ収集車が清掃工場に到着したようです。それでは、可燃ごみがどのように処理されるのか、順を追って紹介していきましょう。収集車はまず、ゴミ計量機に車ごと乗り、積んでいるゴミの重さを測ります。その後、場内へと進みます。収集車がプラットホームに着きました。ゴミ投入扉が開き、積んでいるゴミをゴミピットへ投入します。ゴミピットにはたくさんの燃えるゴミが貯められています。貯められたゴミは、安定的な燃焼を進めるため、ゴミクレーンで攪拌し、ゴミの成分を均一にします。そして焼却炉に掴んだゴミを投入します。ゴミピット空間の空気は焼却炉内に送られ、匂いが外に漏れないように設計されています。さらに、プラットホーム出入り口にはエアカーテンが設置され、空気の壁を作って匂いが外に出ることを防いでいます。これが焼却炉です。沼上清掃工場では焼却炉が3炉あり、1炉あたり1日200トンの可燃ごみを焼却処理することができます。焼却炉の中の様子です。焼却炉の下部には非合紙という板が敷き詰められていて、この上をゴミがゆっくり移動しながら乾燥、焼却され、時間をかけて燃やされて灰にしていきます。焼却炉の中の温度は900度以上の高温に保たれているため、燃やす時にできるダイオキシン類などの有害物質の発生を抑えています。ゴミを燃やすと灰と灰ガスになります。まずはこの灰ガスが処理されていく過程を見ていきましょう。高温状態の灰ガスは減温筒という装置に通され、水噴霧によってダイオキシン類が発生しにくい温度まで急速に冷やされます。その後、薬剤を吹き込み、排ガス中の有害物質と化学反応させます。そしてろ過式集塵機へと送られ、装置内に備わるロフと呼ばれるフィルターの表面に
有害物質が付着した薬剤やすすが捉えられ、クリーンな空気がフィルターを通して装置外に出る、つまりろ過処理が進められるのです。こうしてきれいになった排ガスが煙突から放出されます。焼却炉の中でゴミは灰の状態まで燃やされた後、コンベヤで運ばれ灰ピットに貯められます。灰ピットに貯められた灰はトラックに積み込まれて場外に搬出されます。そして今まで見てきたゴミ処理全般の監視・管理を集中的に行っているのが中央制御室です。各装置が安全に動いているのか、送られてくるデータや映像を確認しながら24時間体制で監視しています。静岡市の清掃工場では、ゴミの焼却時に発生する焼却灰をリサイクルする取り組みを行っています。焼却処理で発生する焼却灰は静岡市内の西ヶ谷清掃工場で溶かされてスラグとメタルになります。スラグは細かい砂状でガラス質の物質、メタルは小さな粒状の金属です。現在スラグは農業分野では稲などへの農業用肥料、海洋分野ではスラグを含んだ藻場ブロック、土木分野では埋め戻し剤やアスファルト舗装の材料などとして使われています。メタルは金属の加工工場に運ばれ、新たな金属製品として生まれ変わります。焼却灰をこうして再利用することで最終処分場の埋め立て量を低減しています。ろ過式集塵機で補修されたダストを非灰といいます。非灰は薬剤で無害化処理された後に最終処分場に埋め立てられます。沼上清掃工場ではゴミ焼却時に発生する熱エネルギーを回収し積極的に活用しています。ゴミを燃やした時に発生する排ガスは高温になっています。そのためボイラーに排ガスを通すことで熱を回収します。ボイラー内部には無数の水の流れる配管が張り巡らされています。装置内に高温の排ガスを通すと配管内に流れる水が排ガスの熱によって沸騰し蒸気となるのです。この蒸気は近隣にあるふれあい健康増進館ゆららの温水プールを温めることに利用したり、沼上清掃工場内にある蒸気タービン発電機に送られます。生成された蒸気をタービンに送ると高速で回転し、タービンの回転に合わせて発電機も回転して電気を生み出しています。その発電量は8390キロワット、およそ1万4000軒分の家庭の電力を作ることができます。生み出された電力は清掃工場内の設備の運転や照明に活用されるほか、余ったものは小売電気事業者を介して市役所や小中学校などの私有施設に供給されています。いかがでしたか？沼上清掃工場ではゴミの処理を通して燃やして残った灰をリサイクルしたり、燃える時の熱を使って電気を作ったりと、いろいろな環境に優しい取り組みを行っています。しかし持続的な社会を作っていくためには、頭文字 R で始まる4つのキーワード 4R への取り組みを私たち一人一人が積極的に行っていくことが大切です。マイバッグを活用する工夫、物を大切にして長く使う工夫、なるべく長く使えそうなものを選ぶ工夫や詰め替え商品を購入する工夫などがあります。特にゴミになるものをもらわない、断る、
作らないというリフューズはしっかり心がけていきましょう。限りある資源を生かし、かけがえのない自然環境を育むため、沼上清掃工場の取り組みと合わせて、皆さんも一緒に美しい未来を目指していきましょう。